新動画撮影かとなっておりますので、じゃんじゃん撮っていただいて SNS 等に上げていただけたら役者等と大変喜びますので、よろしくお願いいたしますということで、それでは参ります。いいよっ。週金土日ですね、1日2回、名古屋歌舞伎という、オリジナル歌舞伎エンターテインメントショーシャンを披露しておりま ます。名古屋一座、名古屋三三郎一座でございます。私が、うるさいなマイクを持ってきなさいマラカスやそれ。私が座長の名古屋三三郎でございます。どうぞ私のことは三座とお呼びください。プリーズフォローに三座よろしいですか。いきますよ。あ、せーの三座。ダメダメダメ、声が小さい。もう一回せーの三座。ダメダメダメ、愛が足りない。もう一回せーの三座。ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。ほんなら私がですね、名古屋三の助って言います。三の助の脳だけ取って三助って覚えてもらいたいなって思います。ほんなら一回呼んでもらってもいいですかね。いきますよ、せーの三助。ほんなら今日初めての方だけせーの三助。じゃあ2回目以降の方だけせーの三助。じゃあ全員でせーの三助。よろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、そして私は名古屋三平太と申します。私のことは平太とお呼びください。なんで笑いでんの、いつも、ね、いつもここ何もボケねえのに笑いでんの、ね、なんやろな。モーリー2人ね、自己紹介して俺が自己紹介するとブフフって笑うね。なんでごめん、みんな半笑いになる。なんででしょうね。まあいいですわ、はい、1回だけ呼んでみましょう。いきますよ、あ、せーの平太。伸ばしてんじゃねえよ。そう、ちょっとね、ペーター
タイトル伸ばしちゃうとアルプスの方からね苦情が来ますので、お願いします、はい、止めていただけるようにお願いいたします。お願いいたします。はい、はい、この3名でですね、名古屋三三郎の一座として活動いたしております。もう一方今日出演してくださっておりました、黒髪のね、あのマスクをかぶった方、はい、あちらですね、リアクトというあちらの提灯ご覧ください。次回から3つ目の、はい、リアクトという名古屋を中心に活動されておりますアクション団体の方々でございます、はい、その方々にですね、この名古屋歌舞伎のアクション、盾、すべてを監修指導、さらにですね、出演もしてくださっておりまして、はい、ご協力いただいて、そう、名古屋歌舞伎をやっております。そうなんです、リアクトさんでも、はい、あのいろんなパターンがあるんですよ。今日はエルトさん一人やったり、なんか違う人が来たりとかね、はい、いろんなパターンがあるんです。一人だったり二人だったりします。そうなんです、はい、そう、パターンがあります。そう、今日はその中でもプロレスに特化した方がいらっしゃいました。そう、決して、はい、プロレス団体ではございません。決して違いますので、アクション団体の方々でございます、はい、の、ご協力を得まして、こうやってね、名古屋多分今日は金土日やっております、はい、今日もね、はい、たくさんの方にお越しいただきまして、はい、非常に嬉しく思いました。さらにあれですよ、今日ね、あの、はい、前説やってくれた、はい、あのジジネギ、ジジネギからの情報によると、はいはい、今日お客さんほとんど初めて、ほとんど初めてみたいです。あ、そうなんだね。で、皆さん初めての方は、初めての方、あ、ほら、もうほとんどここ全部すごいね、ありがとうございます、ね、嬉しいね。ちなみになんか、な、何を見てこの皆さん何で知ったんですか。テレビいた、ああ、テレビですとか、花坂タイムズですかとか、そういうやつね。花坂タイムズか、のりおさんのやつですか。なんかすごいいろいろあったね、確かに。そう、いろいろ出させてもらってるんですよ。そうなんですよ。で、ほんとテレビ見て来てくださってる方結構、はい、あ、雑誌とか、あのね、東海オーカーとかなんかいろいろあったね。そうそう、じゃあシープとかね。あと、お友達に聞いてきたよという人、あ、一緒にいいよ。北海道から来ました。北海道、今日北海道から来ました。北海道から来てるの。あのリアさっきのエルとサンコも北海道から来ました。そうなんです。すごい最北端のレスラー。最北端のレスラーの、そうなんです。あ、そう、北海道から来てるの。ほんまに、北海道も広いですけど、どこなんですか。札幌。あ、札幌、あ、最高な観光地じゃないですか。そうだね、札幌、ね、俺は行ったことないんだけど。ないんですか。わかんな、名古屋三三郎語っとるわ。名古屋マジか。札幌三三郎じゃねえかも。いやすげえ。そうね、北海道で札幌行ったことなかったらほんまあかんわ。もう北海道自体行ったことない。もう観光地としても最高です。食べ物もね、多分一番うまいよ。日本で一番うまいちゃう。本当、うん、うまいですよ、やっぱり。え、どういった方とも、あ、東京から、東京と札幌と名古屋。ああ、もう西日本ほとんど制覇しましたね。もうね、すごいですね。東日本、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 西と東分からないちょっと頭が悪い。そう、あとはね、皆さん、県外から来た方がいらっしゃいます。あと名古屋市内の方ですか。名古屋市内、海外という方いらっしゃいますよね。さすがにね、もっとぶっ飛んで宇宙という人いませんか。大丈夫ですか。大丈夫ですね。北西から来たら大丈夫ですか。掘り下げてやりますけど。まあでもね、あの本当に県外からね、はい、来てくる。この遠藤寺商店街っていうのは結構、ね、外国の方もね、たくさんいらっしゃって。そうなんですね。名古屋城近いし、名古屋駅も近いからね、うん、ちょうど中間ぐらいにあるんでね、よくアジアの中国とかね、はい、あの韓国とかそういう方々とか、あと結構欧米の方もね、そうです、いらっしゃって結構、ね、欧米の方多いですよね、本当にね。もうそういう方々でもね、言葉わかんなくても結構楽しんでもらえるようなそうってますので、まあね、今日はほとんど全員日本人の方だったよね、多分ね、見た感じでね。そうですね、はい、まあでもね、日本人の方でも初めて歌舞伎を見たことない人でもね、そう、楽しんでもらえるように、あの、作っております。歌舞伎風エンターテインメントショーでございます、はい、歌舞伎を見たことない人の方が楽しめるんじゃないですかね、うん、逆にだから僕らはもともと役者なんですけど、歌舞伎役者ではないんですよ。歌舞伎やったことないからこそ、歌舞伎を見たことがない人の気持ちもわかるということで。でも歌舞伎ってかっこいいじゃないですか。それをね、敷居を低くして皆様に見てもらおうということで始めさせていただいたわけですけど、今日ね、たくさん来てくださった方も、はい、本当に今日はね、すごいよ、ぎっちぎちです。もう今日は空席が全部満席なのでね。そりゃそうやな、空席除いたら全部満席やから、物事は考えようですからね。プラス思考でいきましょう、ね、はい、たくさんいるな、もう何百人だろこれ。ありがとうございます。ありな、ね、うちの座長ちょっと目が悪いもんで申し訳ございません。視界ぼやけてるのかな。ちゃんとありができてるんだね。ありがとうございます。まあね、今日初めて来てくださった方もたくさんいると、はい、いうことでね、例のあのコーナーをやりましょう。はい、俺が考えましたオリジナルコーナーです。はい、と、皆様からご質問をいただいて、我々がそれにお答えするというですね、Q&A のコーナーと名付けました。この画期的なコーナーをですね、皆さんぜひご参加していただきたいと思います。はい、ただの質問コーナー始まりますよ。素敵ですよ。ありがとうございます。今日ですね、質
問とかねしていただいた方にはこちら我々の特製非売品のポスターをお送りさせていただきますので、じゃんじゃん質問していただきたいです。もしね我々の、なんか個人的な質問でもいいですし、名古屋座の質問でもいいですし、もう何やったらお悩みとか相談とかでもね、なんかイベント考えてる人は告知とか言ってもらって、そう大丈夫ですよ、僕らがねズバズバ解決してミノモンタさんばりにやっていきますので、皆さんいかがでございましょうか。もう何でもいいですよ、今パッと思いついたことなければね、こっちから当てていくスタイル、そうそうそう、そういうスタイルに変わるだけですので、皆さんぜひね何かある方、お悩み相談質問等ある方はぜひ挙手をお願いいたします。どうぞ。さあまあなあ、これもうめちゃめちゃ広い、あこれ来ました、もうほんまにね、ありがとうございます。じゃあ早速私はやりますよ、もちろん、出張公演ね、我々毎週金土日やってますけど、呼んでいただければどこへでも、北海道でも参ります、参りますよ、行きますよ、行くよ、どこでもいいよ、うん、あのね、俺らが今ここでやってる名古屋歌舞伎以外にもね、そう、まあ、名古屋歌舞伎っていうのはもう基本的にここでしか、できないものです、この距離感でね、そうそう、こうやってお客さんね、ひとところにこうやってバッと集めてやれるのが名古屋歌舞伎です、はい、だからそれ以外にもね、俺ら表でやるような名古屋歌舞伎もちゃんと作ってありますので、はいはい、ね、呼んでいただければどこへでも参ります、どこでも行きます、はい、そのね、まあ、出張公演の一つといたしましてね、今度ね、来週29日はね、あの土曜日なんですけど、午前の公演ここなくて、西文化小劇場っていうすぐそこにあるところなんですけど、そこで我々あの出演させていただきます。お昼からなんですけれどね、あの入場料1000円で琴やったりいろんな演奏とかね、ワークショップとかも楽しめるね、あの交流祭りっていうのがございますので、これね、あの花火文化交流祭り、はい、そうそう、本当にね、あのしっかりした尺八とか琴とかさ、そう、古典的な音楽をやる中で俺らちょっとぶち壊しに行きたいと思います。そうそう、ぜひ盛り上げにね盛り上げに行きたいなって、盛り上げに参ります。そうそう、あの俺ら3人ともね全員出ますし、ここでしかやれないような演目もありますので、ぜひあの気になった方はうちでもねチケットを取り扱ってますので、スタッフさんとかに言ってくださればチケット置いてありますので、はい、あの俺らはね本当に呼んでもらえればどこへでも行く、そうなんです、地域のお祭りとかでも、例えば会社の忘年会とかでもね、あのどんなところでも行きます、全然大丈夫です。何やったら呼んでくださいよ、うん、ね、北海道呼んでくださいよ、北海道行ったことないって言うんですから東京でも何でも、うん、どこへでも行く、どこへでも行きますよ、ね、それ以外もあれですよ、出張もありますけど、ここの貸し切り公園っていうのもあって、うん、そうなんですよ、そういうのをね、ご相談いただければ、ここで逆に忘年会やっていただくと、食べながら飲みながらね、やっていただくっていうのもありなんで、ね、近くおいしいお店いっぱいありますからね、これ、ここにこうケータリングとか呼んでさ、ここで見ながら食べながら食べていきますね、カメフグキバンバン飛ばしますからね、うん、もう料理も、料理食べるみたいな、パスタ、紙吹雪風油で、ね、最後、ぶわー散らばされますので、ね、紙吹雪の代わりにあのパセリ飛ばそうか。最後の調味料いいですね、やろうか、それは面白いですね、そんな感じでね、出張でも何でもやりますので、やりますので、ぜひとも、あの何かございましたらご予定は名古屋座よろしくお願いします、お願いいたします。いい感じの宣伝させていただきました、皆さんのおかげでありがとうございます。もう一本ありますからね、もう一方くらいどうですか、あ、お悩み相談質問とお兄さん聞きましょう。今日何ちょっと桜みたいな感じになりませんやん、こんな打ち合わせした、ちょっと、まあね、まあ、この名古屋歌舞伎、今ご覧いただいた名古屋歌舞伎もそうなんですが、実はですね、今演目としては1本しかないんです、1本しかないんですが、いろんなこうシーンがあったと思います。そこにね、あの面白そうなものを思いつき次第差し込んでいきます。そうで、実際やってみてこれあんまお客さん響かなかったなっていうと、もうすぐカットします。そうね、もうすぐね、この距離でやってるので、お客さんが喜んでるかつまんなさにしてるかすぐ分かるんです、あのブラジャーのシーンとかね。そうそうそう、だからね、ちょっとしていいんじゃないかな、今日マジック、あ、じゃあ神通力とかね、マジックあれもめっちゃ受けたんで、あれはちょっと残しておこう。そうそうそう、あれもだからマジじゃあ神通力を新しく覚えたら覚えたら天寺さんはなんか披露するみたいですよ、そうです、新しいやつを、まあ、そこでブラジャー出してシーンってやるんだったらもう速攻やめるしかない。そう、すぐゴミ箱捨てます、すぐゴミ箱でも受けたんでちょっと保留にしよう、保留にしようかな、まあ、こういう感じで作ってるので、実はあの演目毎回毎回結構ね、いろんなところが違ったりするんですよ、ね、シーンもガラッと変わってたり、もちろんあの、ね、リアクトさんのメンバーが変わってたりすると、やることもだいぶ変わってきますので、はい、だからね、何回来てもらっても楽しんでもらえるんじゃないかなっていうふうに作ってますので、はい、まあ、今もね、あの完全新作、制作中でございますので、はい、またね、演目これからどんどん増やしていきますし、シーンもガラガラ変わっていきますので、何回でも遊びに来てください。ぜひどうぞよろしくお願いいたします。はい、嬉しいね、こういうふうに、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
あ、え、さあ、もうちょっと向こうの世界に行きましたよ。いや、財布まだ帰ってきた、帰ってきたみたいな。そうそう、なんでやろうな、気のせいなんかわからんけど、朝来た時よりも僕の財布の中身が2000円増えてたから。なんでやろうな、気のせいが。本当のこと言うと、まああるんですけど、この前ね、あの返し忘れたんですよ、財布をね。財布返し忘れてね、で、あの違うところで結構してたんですよ。あれ、お財布ねえの、財布、あれ、なおやさだとか言ってなおやさだとか言って、その時もね、ひどい話でね、めっちゃそうやってね、うわ、ないわってなって、お前返してもらってへんぞってなるやないですか、うん、ほんでね、中身開いてみるから1000円も入ってへんからね大して入っとないからね、いろいろあるんだって、財布の中にキャッシュカードとかね。あ、そうですね、俺はなんてお前も言えない、今日びっくりですよ、2000円入ってることなんかないですからねほんまびっくりした、うわ、今日めっちゃ入ってると思ってた今日はちょっと豪勢、そうそう、今日めっちゃ入ってたからね、あの、ぜひどうぞおひねりガチャよろしくお願いいたします3000円ぐらいにしてあげてください、気持ちをね、皆さん、ね、もういいところだからさ、 ね、本当にありがとうございます、はい、今日もね、もう本当に今日たくさん来てくださいましたけど、演目もね、あの、たくさん今もあったり作ってるし、ガイナ新しいことやってまいりますので、ぜひね、またあの、今日見てね、楽しかった、気に入ってもらったって方はね、またお友達連れてぜひ遊びに来てください、ね、多分次来てもらった時はまたガラッと変わってるかもしれませんので、はい、ぜひね、皆さんね、お友達とか連れてきてくれたら我々が紙吹雪で大歓迎いたしますので、はい、はい、はい、ね、たまにあの服の中とか結構入ってるから、そう、皆さん本当ね、あの、カバンの中確実に入ってますからね、もうやめろ、そこ開けんじゃない、ここ後でやってください、そうそう、ちょっと集中できへんくなるから、一回見ましょうか、俺が見ましょうか、すいません、運じゃないよって断りなさい、後で見てあげます、やめなさい、本当にね、たくさん紙吹雪あると思いますけど、そのお土産ですので持って帰ってください、はい、よろしくお願いします、お願いします、今日もね、たくさん来てくださったので、ちょっとここでね、名古屋座から少しだけインフォメーションをさせていただきます、はい、この名古屋座ですね、やっぱグッズ等も販売しておりまして、新作のものでしたら、はい、たくさんあります、はい、たくさんあります、昨日ちょうどあの発売開始されました、新発売でございます、はい、名古屋座のなんとじゃじゃん、ブランケット、はいはい、これから冬にはですね、寒い冬には最適なグッズでございまして、名古屋座を見ていただくときにかけていただくもあり、はい、運転していただくときもあり、はい、ね、いかなるときにも必要でございます、お家でも使ってもらって大丈夫ですね、はい、もうちょっとハロウィンやからこれマントにして使っていただくっていう形で、ちょっとちっちゃいかな、ちょっとちっちゃいかな、はい、ぜひ、ね、はい、あのこういろんなロゴ付きの、はい、袋とかもついてね、かっこいいですよ、これは赤ちゃんにいないいないバーするときにも最適ですからね、はい、ありがとうございますので、ね、よろしくお願いします、数量限定ですので、皆さんね、お買い求めはお早めにお願いいたします、それ以外にもね、たくさんのグッズございます、あのね、あっちのトリックアウトにいろいろグッズ用意しましたので、はい、ぜひね、気になった方は、ね、そう、見てみてください、ね、特にここカフェですからね、はい、三三郎コーヒーっていうのがね、おすすめですから、ぜひ寄っていってください、ね、トリックパックをね、あのお家に持って帰って使えるコーヒーもあります、めちゃめちゃ美味しいね、高級豆を使ったコーヒーもございます、そちらもぜひ合わせてご利用くださいませ、ぜひよろしくお願いいたします、これね、あとこの遠藤寺商店街のイベントもまたございます、そうそう、このね、実はこの遠藤寺商店街のアーケードってタイのあのパッサージでパノラマっていうのかな、はい、あのそこのね、アーケードとあの姉妹提携みたいなことをしてるんですよ、そうなんです、だからね、その遠藤寺商店街からパリの方に行ってね、遠藤寺ブースを出してお祭りに参加したりだとか、例えばあの次にやるパリ祭、遠藤寺商店街のパリ祭、そう、あのパリの人を呼んでこっちでね、パリのお祭りをするらしいんです、だいぶね、なんかおしゃれな感じになって、これも毎年もう今はやってるのかな、で、あのこれ遠藤寺商店街中がパリ一色になっている非常におしゃれなイベントになってます、はい、これがね、11月の12、13、昼頃から夕方ぐらいまでやってますので、ぜひこれいろんなお店が出店されます、ぜひね、遊びに来てください、はい、もちろんね、このいろんな地域のパンフレットもね、あのうちのこの下のテレビの前のところにね、はい、あの置いてます、ぜひ気になった方はどうぞご覧くださいませ、はい、まあね、インフォメーションはこれぐらいにしてたよ、はい、今日はね、非常にたくさんの方が来てくださいました、ね、楽しかったね、今日ほんと楽しかったよ、皆さんのおかげでね、今日はさ、なんかね、おむこうとかね、おひねとかバンバン投げてくるから、うん、知ってる、あの一番最初オープニングでさ、俺が傘がうわーって振り上げる時があるよ、傘がそこまで、うわもうこっち側はもうこれ以上ないくらい嬉しいリアクション、いいリアクションしてくれる、そう、刀でいやーなんてロープでね、グイーッていやーだってでお母さんにいやーもう何ほんま
まあいいリアクションするし、いい質問するし、今日ちょっと前列の方は桜で夜もね残っといてもらったから、ほんまに。でももう後ろの人もね、見てるよ、ちゃんとこっち見てたよ、ボール投げる時の顔よ、すごい顔して投げてたね、もう鬼の形相で投げてた。どんだけストレス溜まってんだよ、もう一番後ろの人も半分腰上げて投げてたから、よっぽどストレス溜まってるからね。そうそう、まあね、本当に今日もね、こうやってもらっていただければ、ね、楽しんでもらえればいい。はい、はい、今日も本当にありがとうございました。まあ、お時間となってしまいますので、ここでですね、名古屋締めという名古屋締めですね、終わりたいと思います。ちょっとご説明申し上げます。私がね、名古屋締めで締めよかなも、ウィークをしたらですよ、手を叩いてください。ナモの掛け声と同時に一回練習してみますね。いきますよ、3回叩きます、せーの、ナモナモナモ、1回3回ナモナモナモ、ゆっくり2回、ナモナモ、最後3回ナモナモナモ、簡単でしょ。3回3回2回3回でございます。この締め方をして終わりたいと思います。それでは参ります。あ、名古屋締めで締めよかナモ、そうです、ナモナモナモよ、ナモナモナモ、あ、そうです、ナモまず本日は、あ、これに、お帰りの際はですね、お手元にございます木札、必ず受付でご返却いただきますようにお願いいたします。また皆様とお会いできることを楽しみにお待ちしております。ありがとうございました。サンタでした。また。